はい、こんにちは。今日は群馬県から通ってくださいました、小川さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。小川さんは経絡マッサージ受けてもらいましたけども、はい、こうなぜ経絡マッサージ受けたいと思われたんですか、最初。そうですね、人に喜んでもらうような仕事を、してみたいっていうような思いから、じゃあ自分なら何ができるかなと思いまして、で、やっぱりちょっとマッサージとかすると人に喜んでもらえることがあったんで、じゃあもうちょっとちゃんと勉強してみようかなと思いました。でいろいろ、スクールさんとかあると思うんですけども、最初はインターネットで調べてもらったんですか。はい、そうです。でいくつか他のスクールも見てもらって見たんですけども、もちろん地元にも学校がありますんで、だいぶ迷ったんですけれども、でもこちらの方は少人数制で、説明会でもやってますということだったんで、やっぱりこう手の動きなんかは細かいところなので、そこの部分をきちっと見てもらえるという安心感がありましたので、でこちら選びました。もうあの時4人ぐらいいてて、もう最初から受けますとかって、はい、そうです。他の人はあなたも受けたらとかって言って誘ってくれたもんね、はい、面白かったですよね、はい。でそれで、入る時どうでしたか。何か不安とかありましたか、始めていただく時に。初めてやっぱりこう2ヶ月で本当に自分がある程度できるのかっていうのは全然想像できなかったんですよ、でも一応やれるだけはやってみようかなと思って、で実際それが一番よくいただく質問なんですよね、はい、本当に2ヶ月でできるんですかっていうことなんですけども、実際どうでしたか、受けていただいて。そうですね、だんだん回数重ねるごとにこう、なんていうんですか、順番なんかも、大体少しずつこうつながるようになってきて、で最終的に一通りちゃんとやっぱりできるようになりました。これなかなかこう皆さんの声を聞いていただいててもみんななかなか不安をずっと持ってらっしゃるんですけど、どうやったらこう理解してもらえるのかなと思いながら思ってるんですけども、この2ヶ月でできたポイントっていうのは小川さん的にどんなことがあると思います、うちのカリキュラム的に。まず立ち位置や姿勢についてすごくこうきちっとしていただけることがいいっていうことと、でそれによって圧のかけ方の不安が少し減ったのと、でやっぱりこう少人数制なので、練習する回数もそこそこできたことと、あとはやはり指導される方がよく見てくださるので、やはりちょっと間違えてたりすると、位置どうですかっていうふうに確認してくれたり、あと修正してくれたりするの で、でそこでまた自分が気づくことができますし、あとは気になったところはすぐに質問したり、あと自分できちっと忘れないようにメモ取ったり、でそういうふうにすることの時間も取れたので、よかったと思います。DVD とかどうですか。DVD、活用していただきました。はい。それを言ってほしかったんです。ありがとうございます。もちろん。あとね、YouTube とかもどんどん上げてますからね、うまく活用してもらって、他のもどんどんインターネットもね、活用されるのでよかったです。はい。でこれ今見てくださってる方は、当学院への入学を考えてくださってる方だと思うんですけども、その方々に何かアドバイスがあればお願いします。やり始めたら積極的に取り組んで、であと分からないこと不安なことあったらそのまま流さずにきちっと聞いた方がいいと思います。はい、ありがとうございます。これから徐々にね、はい、ちょっと前体調悪かったですけど、だいぶ良くなられて、これから群馬県まだ一人なんで、ぜひ群馬県のボスとして頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。